キューバン・マスティフ、キューバン・マスティフは、キューバ原産のマスティフ犬種である。別名は、ドゴキューバン、ドゴクバの、キューバン・ブル・マスティフ。本種の元となったのは、16世紀に、スペイン人が、原産地にもたらした、古いタイプのスパニッシュ・マスティフである。現在のスパニッシュ・マスティフは、重量級の巨体に反して、主人家族にはよく甘える、ちょっとしたギャップを持つ犬であるが、 この当時のスパニッシュマスティフは非常に綿毛な性格で人懐っこさなどみじんもない刀剣であった。この犬はキューバに民族浄化を行う目的で連れて来られコンキスタドールと呼ばれるスペイン人の僕となって多くのキューバ人を虐殺した。キューバ人からはこれ以上になく恐ろしい魔物として恐れられたスパニッシュマスティフではあったがいつしか犬が魔物と化してしまうのは スペイン人の洗脳によるものであると考えるようになったサンタハゴ修道院の修道士により人を襲わないように教育する目的で飼育が行われるようになった。もちろん初めのうちは魔物を神聖な場所で飼いならすことに猛反対する人の方が多数派であり飼育中に噛まれて大怪我を負う修道士もいた。だがしっかりとした管理下で飼育、管価が行われ キューバの土着犬を掛け合わせることにより人を襲うほどの、眠毛性が薄れ、キューバンマスティフが誕生した。なお、スパニッシュマスティフを、修道士が飼いならして、新品種を生み出した理由については、上で述べたものとは別の説も伝わっており、番犬として使うと明言しつつ、厳しい修道院での暮らしから一時的に逃れ、気晴らしをするために適度に感化させ、 別の刀剣種として作り変えたという説も存在する。ただし、どちらの説であれ、はじめのうちは、修道院やその近所で番犬として用いられていた。番犬として、名を馳せた、9番マスティフではあったが、血は争えずうちに秘めた名門性と、力強さを持っていたため、再び、スペインからやってきた移民によって、多くが買い取られ、正式に刀剣としても使われるようになった。 修道院側は、9番マスティフを刀剣として使い、他者の血を浴びるようなことに使うことを意味嫌って、使用を反対したがそれは、聞き入れられず。これをきっかけに番剣として使うタイプの犬と、戦うためにより強く改良された刀剣タイプの犬の、文化が起こった。番剣タイプの犬も、刀剣タイプの犬も、この他に、食用の牛を管理する、牧牛犬として、 働くことがあった。後ろから牛群を追い詰めたり、リーダー格の牛に攻撃をけしかけてコントロール、したりして移動させた。この牛の追い方は、モロサス系の犬種によく見られる方法である。刀剣種にしては刺激の飲み込みがまあまあ良い方で、あるとも言われていたが、刀剣タイプの犬が牛追いをした時、あまりに屈強な牛に腹を立てて、 本気で攻撃をしてしまい、牛に重傷を負わせてしまうことも時々あった。1830年代に本種のつがいがイギリスのロンドン動物園に寄贈され、原産国外で初めて外部の目に触れることになった。その後キューバでの本種のイメージが向上し、1912年代からはタバコに入れられるカードに本種のイラストがプリントされ、販売されるようになった。 しかし、1920から30年代頃になると、外国から輸入された、アメリカンブルドッグや、オールドイングリッシュブルドッグ、ブルマスティフなどと無計画な雑交配が頻繁に行われるようになって、純血の犬が激減し、絶滅寸前になってしまった。愛好家は、本種の絶滅を防ぐために、ブリーディングの体制を固め、残り少ない純血の犬を、 キューバ中から探し回って、繁殖を進めたが、情勢が不安定になり、内乱が起こるようになると計画を中断せざるを得なく、なってしまった。やっと情勢が安定してきた頃にはもう、すでに手遅れで、純血の犬はすべて死に絶,え絶滅してしまった。剣士としては姿を消したが、現在もキューバには、本種の血を引くワーキングドッグが生存している。気質の通り、 本種には番犬タイプと刀剣タイプの二つの系統が存在する。番犬タイプは少し細身で、サイズも刀剣タイプより小さい。性格は刀剣タイプに比べるとやや大人しい。刀剣タイプは番犬タイプよりもかなりがっしりした体格で、サイズもそれより大きくより粘毛な性格である。しかし、これ以外の容姿や性格、 基本ステータス等は、どちらの系統も同じである。筋骨流々だが引き締まった体つきをしていて、足が長い。頭の大きさは、他の刀剣手に比べると小さめで、顔には、シワが刻まれている。マズルは、潰れていないが短めで、顎の力は強靭である。上唇は下顎を隠す程度の長さに伸びていて、少し、 リューラップもある。首は長く太く、胸は広い。耳は垂れ耳、尾は飾り毛の少ないサーベル型の垂れを。皮膚のたるみは顕著ではないが、引っ張るとよく伸びる。これは刀剣として、犬や牛と戦った際、体に噛みつかれても身をよじって、逃げ出したり、ダメージを軽減するために備わっているもので、伸縮性の鎧と言っても過言ではない。この特徴は、 ブルドッグ犬種や他のマスティフ種などにも備わっている。コートは硬いスムースコートで、毛色はフォーンやウルフグレーなどの単色にマズルと耳が黒いブラックマスクというマーキングが入ったものなど。大型犬サイズで性格は基本的に忠実であるが勇敢で防衛本能が高い。飼育の際にはしっかりとして訓練が欠かせなかった。走るのは あまり早くないが、力強く集中力があり、どんなことでも与えられた仕事は粘り強くこなしていた。デズモンド・モリスの研修辞典、デズモンド・モリス著書、福山秀也、大木拓役性分道振興者、2007年。ありがとうございます。